内に本社を置き、ファッション物流など様々な事業を展開している株式会社 OTS。 今回は社内での SDGs への取り組みについてお話を伺いました。社内の活動としてはですね、活動してます5つの委員会を通じて、まあ、SDGs の教育活動ですとか年1回の SDGs レポートを発行させていただいておりまして、また業務についてもですね、回転倉庫といいまして、お客様の動かなくなってしまった在庫等の消化などをお手伝いさせていただいております。社外に目を向けますと、クボタスピアーズ、船橋東京ベイ様と協力させていただいておりまして、不要となったおもちゃの回収ですとか古着の回収などを行っております。弊社も SDGs 取り組み始めて、最初は本当に全く SDGs が何なのか分からないような状態だったんですけども、もう日常にあるものといいますか、仕事を通じても社会貢献できているというような意識は全社員持っております。先日ですね、江戸川区の産業省に選ばれまして、そちらの活動で社内にも弾みがついたなというふうに思っております。社会貢献になると思いますので、それを何かしようと思うと結構難しい部分があると思うんですけども、SDGs さまざまな項目があってですね、弊社も一番最初始めたのは自分たちの普段の仕事の棚卸しから始めさせていただいて、気づいてないうちに SDGs 活動を行っていることもたくさん皆さんあるかと思います。まず普段の皆さんの行動を自分で思い直してみて、 SDGs に当てはめるとどうなのかなっていうのを考えるところから始めるのが一番いいんじゃないでしょうか。あなたにとって SDGs とは？すでに日常にあって社会を良くするものです。